すすめの商品をご紹介させていただきます。はい、こちらの入浴剤、日本の名湯シリーズです。入浴剤です。入浴剤3種類、はい、本日はご用意してます。はい、入浴剤ですか。もらったら嬉しい商品ですよね。嬉しいですよね。今回ご紹介する入浴剤、はい、日本の名湯シリーズは、はい、医薬部外品の商品で、はい、温泉科学プロジェクトから開発された、ご自宅のお風呂で本格的な温泉気分が満喫できるこだわりの温泉タイプの入浴剤なんです。はい、すごい、はい、開発者が温泉地を直接訪れて温泉分析表をもとに物質を徹底研究、色と香りで温泉を表現しまして、各温泉地で温泉に関わった活動をしている自治体または団体にコンセプト、色、香り等を品質確認をいただいた温泉地公認の入浴剤なんです。各温泉地の公認の入浴剤なんですね。はい、うん、この入浴剤があればご自宅にいながら日本各地の温泉地を巡ったような気分になれちゃいますね。はい、うん、すごく優雅な体験ができそうですね。はい、なかなか国内でも旅行に行くことを我慢していたり、ゆっくり温泉に行く機会が少なくなってしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご自宅にいながら少しでも日本各地の有名な温泉に行ったような気分を味わえたらなと思ってこの商品を選びました。はい、今回ご紹介しているのは3種類で、はい、濁りタイプ、濁り湯、こちらです。で、透明タイプ、はい、透明タイプがこちらで、濁りプラス透明タイプ、どちらも入っているタイプです。はい、前によかったら、はいはい、近づけて見ていただけますか。はい、それに2つの箱に、こちらは8カ所の温泉1種類ずつ出してみたんですけど、はい、見てください、8ってすごくないですか。はい、すごいですよね。しかもこちら日本の名湯シリーズ、皆さん大好きバスクリン株式会社さんからです。へえ、バスクリン、みんな聞いたことありますよね。はい、人気です。お好みで濁り湯とか透明が選んで買えるんですね。はい、そうです。はい、選べない方はね、濁り湯と透明湯のシリーズの中からそれぞれピックアップされたね、濁り湯プラス透明を選んでいただいたらどちらも楽しんでいただけます。私だったら、まあこの中だったらこれですかね。やっぱり青森の十和田のやつですね。ね、濁り湯タイプ、はい、はい、じゃあ濁り、はい、新緑の香りってことでね、やっぱり新緑感じられる場所ですからね。カトリーヌさんご出身が青森なので、はい、入浴剤ですので、はい、温泉と全く同一の成分というわけではないんですけれども、はい、北は北海道の十勝モールや登別カルルスから、はい、南は大分の別府、熊本の黒川まで日本各地の温泉の雰囲気を楽しめます。うん、それぞれの入浴剤に入っている有効成分などについては詳しくは商品詳細ページをご覧いただくか、パッケージをご覧ください。はい、1個ですね、1箱14個入ってます。はい、それぞれ種類と個数などもですね、ぜひ商品の詳細ページにてご確認ください。はい、はい、ね、私が今言った十和田はどれだったでしょうか。こちらのね、赤いパッケージのこの濁り湯の方ですからね。はい、よかったらそんなところも気にしてみていただけたら嬉しいですね。濁り湯いいですね。はい、他にもね、登別もいいですし、道後温泉とかもね、行ったことあるんですけど、すごいいいお湯でしたよ。この2つよかったら近くで見せてないですよね。こんな感じ。はい、ぜひこんなに各地行くのはなかなか難しいと思うので、はい、この中全部試していただいて、うん、いいなと思った一つだけ実際に旅行に行ってみるっていうのもいいですよね。そうですね、家族の意見をね、これで聞いていただいて、ね、そうですね、どれがいいかをこれで決めるっていうのは、楽しい楽しみ方かなと思います。はい、